はい、皆さんこんにちは、カズキのご飯のカズキです。今バンフに向かっております。はい、なんでバンフに向かってるかって、ホーリーボーリーに行きます。イエーイ。ホーリーボーリーって何かっていうと、スノーボード好きな人なら誰でも知っているようなイベントなんですけど、世界各国からライダーが集まるビッグイベントでございます。人工的に作られた地形のパラダイスって感じなんです。それの今回はライダーセッションって言って、ライダーたちが集まる中に今回中村和樹招待券いただきました。インビテーションもらったことによって今回参加できます。で、今ここカムループスってところなんですけど、車で運転して向かってます。見てください、何もない荒野。まあ、こういう綺麗なのどかな景色を楽しみながらみんなに届けたいと思っております。カナダのガソリンスタンドの中にあるコンビニって結構バッタモンがあんねんか。オークリーの偽物とかね。そうそうそう、サングラスとかさ。で、今回見つけました、シュプリーム。おお、結構高いやつじゃん。そうそうそう、2000円で売ってる。うそ、すごいじゃん。なんか刺繍も別に。どう？え、ちょっとかわいい。そう、うん、なんかちょっと野球帽っぽい形、シュプリームでは出さなそうな形。でもこの形もあんねん。あ、ほんとだ。え、でもこの形面白いね。イランとか長い。ちょっとツバ長いな。ちょっと惜しいんだよね、やっぱ偽物だからね。シュプリーム、すごい。ここで選手交代します。で、今日持ってきたスノーボードのギアを紹介したいと思います。はい、ということで今回ホーリーボーリー行くときに使うギアを紹介したいと思います。まあ、ギアって言っても、まあ、いつも使ってるやつやねんけど、ブーツ。はい、このブーツ8ボアでございます。ずっと愛用してます。で、板はこのインスティンクとダブルキャンバーの板をメインで今回使おうかなと思ってんねんけど、ソウルハヘッドの板って超かっこよくない？で、一応パークボードっていうかキャンバーボードも持ってきてて、あの2枚、このアーキテクトっていう板、一応この板も持ってきてるって感じで、まあ、あの臨機応変にこっちの方が向いてるなと思うんやったらこっち使うしって感じで、合計で5日間ライダーセッションがあって5日とも滑るかな。はい、って感じです。この板で滑っていきたいと思います。ちょっと休憩します。運転お願いします。ただいま運転を変わったんですけど、運転変わった瞬間に気づいたんですよ、時間変わってる。今走ってるほんまにこの10分の間で1時間変わりました。今アルバータ州はこっちの時間ってことだよね。そうそうそう、今アルバータ州が8時24分、でもウィスラーは7時24分。めっちゃ不思議やねんけど、今の一瞬で1時間変わったってことは1時間損してるってこと？そう、1時間ワープしちゃった。あ、そうか。ちょっと1時間吹けました。どうですか？こんにちは、過去のカズキ。今僕は車を運転しているよ。でも君もきっと運転してるだろうね。お互い頑張ろう。サンシャインビレッジのボトムに到着しました。めっちゃ緊張する。100万回同じこと言ってんねんけどさ、緊張してても意味ないから楽しみたいと思ってる。そうだね。100万回ぐらい言ってるけど、うん、それにそうだねって100回共感してる。めっちゃウィスラーの友達いる。イエーイ。ウィスラーの友達が続々と来てますね。もうウィスラー、ティーユス、もうほぼウィスラーやんこれ。逆に俺緊張してるけど。やばい人いっぱい来てる、うん、若い子とかもいるな。え、スコップでかいねんけど、みんな。イエーイ、I think so。 いただきました。ホーリーボーリーとリプテクトスノーボーイのバンドです。ちょっと長いな、はい、なんか長いね。この景色やばくないですか？これが噂のカナディアンロッキーですね。パークもめっちゃすごいやん。え、あ、あの奥か。うわ、ホーリーボーリーの会場見えた。でかいな、アイテム。うわ、これってリフト回しですか？向かいたいと思います。ホーリーイベントの会場に着きました。わかるかな、結構人がいる。はい、ちょっと会場に潜入したいと思います。